にですね、はい、やっていきたいと思いますが、さあ開けていきましょう。はい、ではまずですね、はい、マンモザリウムに対して、はい、これあれなのかな、はい、まずはこれ怒涛の攻撃からかましていけばいいと思うんですけど、はい、これ結構ね、守りの人が今回いないんですけど、これでいけるのかな。いわゆるヒーラーはいますけど、シールド系とかはないものばかりでいってるんだけど、これで勝てるのかな。はい、ちょっと次のこのグループ打撃もらうのでちょっと心配なんだけど、これでいけるんだろうか。あ、ボックスさんがヒーラーで今回復入れてくれたから、これでいけるのかな。ちょっと、はい、その辺見てみましょうかね。はい、まずは、はい、ここを、はい、倒していきたいとこなんですけど、おお、一回倒した。これはいいね、これはいい、これは大きいんじゃないですかね。今一回で倒したのはね、ミニオン一つね、厄介なやつをね倒せましたので、さあここで、はい、次に怒涛の攻撃をかましていけますので、これはかなり今の大きかったですね。はい、ここは、はい、皆さんの体力的にも大丈夫なじゃないかと思うんですけど、シールド張ってくるんですね。大丈夫じゃないかな。はい、ここで、はい、シールド張ってもですね、シールド破っていきますので、はい、まずは、はい、行きましょう、行きますよ、かましますよと。うわー、すごい。はい、そしてインドミナスも黒を吹きますから、これかなりやばいですね。はい、シールド破ってきましたね。はい、でここは、はい、牽制ですね、牽制打っておきましょうということで、はい、まず一つ目で、バジャトノドンも打っておきましょうということで、はい、次ぐらいねちょっと回復使わないと怒られるかな。はい、ではもう一回次何を出してくるかなんだけど、次結構きついですね。はい、ここは回復を打っといた方がいい気がしますね。全員の打っといた方がいいかな。はい、こっち側は、はい、攻めていきましょう。はい、まあこんだけ打っとけば、回復打っとけばここはいけそうな気がするんですけど、一回じゃあこれこのターンで倒せないかな。あ、結構いきましたね。ただここで一回もらうので、はい、これがきついですよね。はい、これをもらうので、はい、おお、危ない。はい、ここで回復打っといて正解でしたね。はい、ここで回復打っとけば、なんとかちょっと戻しましたので、さあ、これで倒せないかな。ちょっと難しいかな。はい、もう一ターンありますね。はい、次のラウンドの方、次のターンの方に回りましたが、ちょっとこれまだ少ないんで、回復をもう一個打っといた方がいいかもしれないですね。あ、回復打ってくれましたね。ということは、ここはもう一回、はい、攻撃を打っていきましょう。まあ、ここは弱めにですね。はい、すいません、ありがとうございます。緊急回復打ってもらいましたんで、ここは、はい、弱めにまずシールを破ってからの、はい、倒していきましょう。はい、シールドを破ってからのこのターンでね、なんとか、はい、終えたいとこですね。ちょっときついかな。ギリギリいけるんじゃないかと思うんだけど、いけないかな。ここはあんまりですね、1ラウンドの最後なんでいい手を使わないでですね、あ、いいですね、これいけそうですね。ここで勝っておきたいとこなんですが、OK です。はい、ここで、はい、ラウンドが変わりましたので、で体力もね、戻ってますから、はい、ミニオン復活しましたから、またミニオンからの攻撃になってくると思いますけど、はい、ここは勝負ですね。皆さん体力的にもありますから、はい、
ここは、はい、小さい方をまずやっつけていきましょうね。はい、どうでしょうかね。はい、即時妨害来ました。はい、即時妨害来ましたので、はい、これが来ると、はい、怒涛の攻撃をかましていきますが、さあ復活入れてくれたので、はい、ここでまたね1回で、はい、これ耐えて、きつい、はい、耐えてですね、はい、ここが1回で倒せればラッキーなんですけど、はい、さっきの即時妨害があるからちょっときつかったかな、ちょっとクリティカル出なかったですね。うん、1ターンで倒せればよかったなと思うんですけど、もう1回、はい、ちょっとミニオンが厄介ですね。なのでミニオンを次狙っていきたいと思うんですが、さあ、はい、もう1回ミニオンを狙っていった方がいいかな。体力的に大丈夫そうなので、はい、ミニオンを狙っていきましょう。はい、回避を打っているんですけど、体力377しかないので、ミニオンこれでいけると思うんですが、はい、回避打ってきますね。はい、ここ次ちょっと回復打たないと体力きついな。はい、まずは、はい、シールドを破っていきますが、はい、そして2倍をやっての、さあディロラがうまくここで、はい、倒していけるといいなと思うんですが、はい、さすがにいけるだろう。よし、 OK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 。 はい、ここを狙っていけばですね、はい、次のターンでだいぶ楽になると思いますんで、はい、気づいてみれば、あの2ラウンド目もかなりあれですね、あの皆さん頑張ってくれたので、はい、ここはちょっと緊急回復を、ああ、緊急回復しまった、緊急回復がダブった、ちょっと失敗、ちょっと失敗だな。はい、この回復は誰のとこに行くんだろう。ああ、よかったよかった、あの若干戻ったから、かぶらなかった。はい、ではここで、はい、ただもう残りわずかになってきましたから、はい、この1ターン耐えておけば、あ、これで、はい、グループ来ますかね。はい、狙われますか。はい、狙われましたけど、はい、ここで耐えておけば、はい、次のターンで、倒せますね。さあ、ここで、はい、こっち側の方は、どうしようかな。自分で復活打っといてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、このぐらいで倒せそうな気がするんですけどね。はい、なんかちょっとここは、僕、引いときましょうかね。はい、なんか余裕で勝てそうな感じなので、はい、僕は回復に回りまして、これで誰があれかな、はい、勝利になるかな。はい、さすがにこの僕のターンのとこですね、メインの方では倒しきれないと思うんですが、次の、インドミナスでいけるんじゃないかと思うんですけど、あ、でもシールドあるからちょっときついかな、ちょっときついかな。もう1ターンになりますね。はい、ちょっとじらした感じになりますが、はい、もう1ターン、次のターンで倒しに行きましょうね。まあ、なかなか、楽しめていいんじゃないですかね、ここまで来ればね。はい、ではかましていきましょう。もうここはもう皆さん攻めてきますね。はい、ということで多分僕のターンで倒したんじゃないかな。はい、倒しましたね。はい、ということでありがとうございました。さあ、今んとこね、2回ともね、報酬が結構良かったんですけど、今回もいいのかちょっと見てみましょうかね。さあ、どのぐらいの報酬が出るか開けてみたいと思いますが、はい、開けていきましょう。4、3、2、さあ、1
ってみましょう。次、あ、スピノサウルスでも100出た。結構いいですね。100ぐらいでエピック出るんでしたっけ。はい、では最後行ってみましょう。ちなみにメインは25が出ました。さあこっちはせーのドンと25か。まあいいでしょう。これでね、400まで貯まりましたね。まだ開けないというですね。はい、ありがとうございました。